足利光戦は南北朝時代から室町時代にかけての武将。室町幕府、第二代将軍、足利義明の四男。母は、紀良子。同第三代将軍、足利義光の同母帝にあたる。父、義明と兄、義光より一時ずつ賜って、万仙と名乗る。幕閣にあって、常に兄を影から支えるような立場であり、天寿四年。 英和四年に、吉光が、当時に出陣した際には数百の兵を率いて参陣している。聖母の起良子と共に、武者の工事の小川大に住み、大英九年に、十三未三議、大英十年十二月には、十二県大納言と、順調な出世を遂げるが、十二月七日に、小川大にて吉光自らの手による提発をもって、出家し、法名を、勝ち、山道里氏と称した。 王英二十三年の上杉全州の乱の際は、ためらう、老いの、第四代将軍、吉持に対し、早く、鎌倉久保、持氏を救援するよう進言している。王英二十五年五月十四日に病没し、当人にて、ダビに付された。去年五十五、増樹一位左大臣、死亡は養徳院増佐府とされた。万戦は、吉光の同母弟として、 諸大名の敬愛を受けたとされ、その葬儀の際には、諸人これを惜しむこと父のことしとまで言われたという。万仙の室に、藤原聖子があり、和子地蔵院持縁を生んだが、吉光はまだ万仙存命中の王永十三年に、これを召し出して、同年一死に生を生ませている。生涯を通して、破天荒な女性関係を持ち続けた吉光と、常に兄に従順であった。 マンセンとの対照的な生き様を物語るエピソードである。マンセンの子女はいずれも葬石に入ったため、子孫は残らなかったという。日付イコール旧歴。ありがとうございます。